1、2、短い足でよちよち歩き始めましたよ。ペンギンたち野生でもこんな風にね歩くんですけれども、野生のペンギンたちはね結構長い距離を歩いたり、断崖絶壁を登っていったりね、とてもよく歩く鳥の仲間なんです。なのでこういった飼育環境下でも時々一緒に運動してね、運動不足を解消します。はい、あんまり運動になってないペンギンたちいるよ。しっかり歩いてね。じゃあ今度向こう側行きますけど、ちょっとスピード上げていくからね、しっかりついてきてよ。さあ誰がついてこれるかな。はい、先頭は黄色と黒ムーン、3歳の男の子ですね。はい、他のペンギンたちどうかな。真ん中であんまり動いてないペンギンいるよ。はい、おいで、こっちだよ。ペンギンたちはね、足が短く見えますけれども、実は私たちでいう膝から上、これ体の中に入っちゃってるんですね。なのでね、本当は長い足を持っているんですね。さあもう一回こっちまで来て、じゃあね今度はみんなでこっちの岩登りやるからね。はい、じゃあ岩登りから参加のペンギンでもいいよ。もう一回一度こっちに集まってきてください。はい、いいかな。さあ、やる気があるペンギンたち誰かな。はい、いいですか。はい、じゃあ行ってこう。はい、そこから登ってください。はい、どんどん登ってね。はい、それてるペンギンいますよ。はい、どんどん登ってください。前のペンギンが行かないと疲れちゃうってよ。はい、大丈夫ね。ペンギンたちね、デコロッパ道でも滑らず歩いていきますよ。丈夫な爪がついているんです。フルモルトペンギンたちはね、この爪を使って自分たちの巣穴なんかを掘るんですね。別名穴掘りペンギンなんて呼ばれたりすることもあるんですね。はい、最後はかっこよく崖の上から大逆です。はい、さあ最後3だよ。一番年下赤と黒、はい、3歳の女の子。あれ3あ、待って、あれ3そっちじゃないよ、向こうだよ。はい、8頑張って。そうです。さあちょっと躊躇しちゃったね。はい、どうしようかなって迷っておりますよ。みんな見てるよ。どうかな、できるかな、ちょっと難しい。あら、戻っちゃいましたね。じゃあね、気が向いたら飛び込んでくださいね。はい、さあ私にはちゃんと魚が待っております。でもね、やってないペンギンたちもいるね。やってないペンギンたちは後であげるから横取りしないでよ。はい、あれ、やってないペンギンいたよ、そこに。はい、しっかり。はい、いいですか、大丈夫かな。さあ、今ね、比較的若いペンギンたちが運動に参加してくれました。14歳よりも若いペンギンたちですね。でも、運動に参加してなかったペンギンたちも何羽かいます。こちらのペンギンたちにもしっかり体を動かしてほしいんですね。なのでね、今度はペンギンたちが大好きなおもちゃを使って一緒に遊んでください。